はい、私は今水戸市千波町茨城県立県民文化センター本館2階一般展示室に来ています。こちらでは今日から第2回県北地区 JA 組合員文化趣味展が行われています。2階に上る途中の踊り場には仏像や秋の味覚、大根、人参、さつまいもなどが一つの作品として鉢に入れられて飾られています。また階段の途中には1メートル ×1 メートルくらいのパッチワークの作品、大きな作品などが飾られているんです。どれも見応えがあるものばかり。さらに中の会場に入りますと、こちら絵画だけではなくて書道作品など立派な作品が多く展示されています。今日この時間は今日から始まりました第2回県北地区 JA 組合員文化趣味展についてお伝えします。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は4人の方にお話を伺っていきます。まずお話を伺うのは鈴木俊和実行委員長です。鈴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずこちらの展示会について教えていただけますか。そうですね、この展示会はですね、茨城県北地区のですね3つの JA がございまして、JA 水戸、ひたちなか、茨城中央、茨城みどり、茨城みずほ、茨城ひたちの6つですね、この組合の方が作っている作品をですね集めまして展示会を開催しております。はい、はい、本当にさまざまな作品がありますが、どういった作品が今回は展示されているんでしょうか。そうですね、今回はさまざまなものがございますが、まず絵画、書道ですね、写真、手芸、手工芸、陶芸から版画ですね、手紙、能の生け花アレンジメントですね、はい、まあ、そういうさまざまなものがございます。はい、踊り場にあったのはあれは津島さん、野菜のフラワーアレンジメントならぬ、ね、はい、アレンジメントになるんですか。あれを、まあ、総称で農の生け花ということで、農業に関連した生け花ということで、呼んでおります。はい、そうなんですね。はい、確かに写真一つ撮ってみても、あの普段の農業をやっているその姿を捉えたものが多いなと思ったんですが、それはやっぱり JA だからこそなんですかね。そうですね、 JA ならではと申しますか、まあ、組合の方、農業を営んでいる方がたくさんいますので、そういう生活の中から出てきたいろんな作品が、たくさん展示されていると思います。はい、今回は一体何点ぐらいこちらあるんですか。今回ですね、1 JA 50点ということで、60ありますので300点目標ということだったんですが、まあ、312点ということで集まりました。312点、通りでとても見応えがある作品展になってるんですね。はい、大変見応えがあると思います。あのなかなかこれだけのね、さまざまなジャンルものを一堂に会しているものっていうのは他の展覧会ではちょっと見られないんではないかと思います。そうですね、はい、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思うんですが、では今回作品を実際に出展されているお二方にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちら手元に作品を持ってきていただきました、 JA 茨城中央の飛田民子さんです。飛田さんお願いします。はい、はい、こちら手元には押し花でしょうか。はい、夕暮れ時のそんな並木道を表現したものになっていますが、すごく立派ですね。いろんな押し花をね、あの 何年もとか何ヶ月も、1週間以上もかかるのもありますし、それであの長く保存したのと、あと木の皮、あのお花だけじゃなくいろいろの苔、で裏に使っているのがこれ和紙なんですよね。和紙もいろいろと彩色しますから、あのその時その時 あの自分の作りたいものをこあの考えて準備します。一体何種類くらいの花、そして木の皮、そして苔が使われているんですか。25、6種類ありますね、この中に入っているので。25、6種類、はい、なんだかすごく素敵な作品で、あの玄関先に飾りたくなるようなそんな作品ですね。はい、そうですね。飛田さんはこういった押し花歴何年ぐらいになるんですか。もう20年以上になりますね。20年、はい、この作品はどのぐらいの時間かけて作られたんですか。はい、さっきも言いましたように、材料は 何ヶ月何年もかけたもの、だけど押し花自体はその日のうちにもうあの構想を全部練ったので、最終的に仕上げるのが 3,4 時間かかります。で最後に全部あの後ろの湿気止めまでやって最初で終わりにするように1日で必ず仕上げます。1日で仕上げなきゃいけないんですか。はい、
や1日で仕上げた作品には見えないですね。準備が大変ですけどね、準備と構想がやっぱり一番だと思います、はい、実際に展示されている作品を見ていかがですか。やっぱり皆さんもいろいろありますけどね、皆さんの前でお見せできるっていうのがものすごく嬉しいです。いつもしまっとくので。あ、そうですか、はい、ではたくさんの方に一人でもたくさんの方に見ていただきたいですね。ありがとうございます。ではもう一方、篠原孝子さん JA 水戸の方にお話を伺いたいと思いますが、はい、篠原さんの作品はどちらですか。 あちらに、はい、ではちょっと歩いて大きめの作品ということで、はい、はい、来ました。篠原さん、恵みに感謝という名前でさつまいも、収穫したばかりのさつまいもがドドンと書かれています。20号サイズということで A4 用紙6枚分くらいの大きさのところに、いや迫力ある絵ですね、はい、自分で育てて、うん、自分で掘ったっていうことがすごく嬉しくて、その感動を書きたいと思いまして、文もその、うん、時の気持ちを書きました。あ、そうなんですか。文も素敵ですね。シャベルの下から大物の手応え、重いぞ重いぞ、やった、収穫の楽しみの時ということで、はい、いや素敵な文章ですね。ありがとうございます、うん、やっぱりこの文章というのは心の中から湧いてきたものなんですか。そうですね、その掘ってる時とかいろいろ時の気持ちをそのまま、うん、書くので、あまり文章の考えは、うん、苦労しないで出てきます。そうなんですね。もう本当に絵とその文章が一体となってすごく迫力のあるものになってますね。ありがとうございます、うん、実際に展示されているこちらの絵を見ていかがですか。そうですね、他の方もね、絵手紙何点か出してるんですけど、はい、私の一番大きいかなと思いまして、でも書いてる時って気持ちいいんですよね、大きいのを書くって、すごく。でも時間もそんなにかからなくて、書けるので、もしも皆さんもよかったら手紙を始めていただきたいと思います。そうですね、ぜひ皆さんにもまずは見ていただいて、 そうですね、そしてこんな風に書くんだなっていうことを参考にしていただいて始めていただくのもいいかもしれませんね。そうですね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、篠原さんありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お二人のこちら作品出展者の方にお話を伺いましたが、最後にこちら磯前雄一副実行委員長からラジオの前の皆さんにメッセージをいただきたいと思います。お願いします。はい、文化趣味展、組合のための文化趣味展なんですが、普段鎌とか筆に持ち替えましてですね、心がこもった作品がたくさん多く展示してあります、24日の月曜日まで展示しておりますので、ぜひ皆様来ていただければ嬉しいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで皆さんにお話を伺いました。ではここで今回行われています第2回県北地区 JA 組合員文化趣味展について詳しい情報です。水戸市千波町にある茨城県立県民文化センター本館2階一般展示室では、第2回県北地区 JA 組合員文化趣味展を開催中です。今日から始まりまして12月の24日月曜日までです。午前9時半から午後5時までオープンしています。入場は無料です。詳しいお問い合わせは文化趣味展事務局電話029-232-2070 029-232-2070 までお願いします。この時間は水戸市千波町の茨城県立県民文化センターで始まりました第2回県北地区 JA 組合員文化趣味展についてお伝えしました。